皆さんこんにちは、力添え PLC シーケンス講座です。今回は前回の動画で説明した PLC の時計機能を使って、1日の出来高、生産数とかですね、こういったものを時間ごとにカウントしてタッチパネルに表示するプログラムを作成していきたいと思います。力添え PLC シーケンス講座では、PLC のプログラミング、シーケンス制御について実践的な内容を解説していきます。今回解説するポイントは、PLC の時計機能を使って1日の生産数を時間ごとにカウントするということで、GOT で時間ごとの生産数のグラフを作成して設定をしていきます。それからデータストローブを使って1日のスタート時間を可変させるプログラムを作っていきたいと思います。そしてインデックスレジスタを使って時間ごとにカウントするプログラム。そして最後にいずれもですね、使わない。要はデータストローブもインデックスレジスタも使わないでプログラムを作成した場合にどうなるかということもね、確認をしていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴いただき、チャンネル登録をお願いします。それでは早速ですね、まずは GOT のグラフ表示の解説をしていきたいと思います。今回作成したのはこのような表示になります。で、こちらが時間になります。時間の部分は数字表示にして、D の170から193の24ワード設定しています。で、次こちらですけども、これは時間あたりの生産数を表示しています。こちらの表示数字なんですけども、こちらの表示数字窓と同じデバイスがこのグラフ表示のデバイスということになります。ちょっとね、一個作ってみたいと思いますが、こちらグラフィカルメーターのアイコン、もしくはオブジェクトからグラフィカルメーターを選んでいただいて、帯型、カッコ横メーターというのを選択してこのように設定していきますね。で、こちらのですね、グラフィカルメーターなんですけども、まずこれをダブルクリックをして、設定を開きます。で、ここに今回は D の100ですね。まずこれを入れていきます。で、上限値、それから中間値、下部領域というのがありまして、まあこれはグラフの上限値、まあそれに合わせて設定していただければいいんですけども、必要なければこの境界値というのを外していただいても構わないと思います。で、今回は外してある状態になります。一つこっちを見ていただきますと、とりあえず D100 に設定して、こちら符号なし32ビットにしてあります。まあ生産数なので、まあこれがどのぐらいになるか、まあ別にもう32767ですかね。ここまでいかないよということであれば16ビットにしていただいても構わないかなと思いますが、まあ場合によってはちょっといくかもしれないという場合は32ビットにしといた方がいいかなと思います。それからまあメモリはなしなのでメモリを入れてませんし、拡張スタイルも警告色を特に入れているわけではないっていう形ですね。ということでざっくりこのように設定をして、これを連続コピーですね。連続コピーでここまで貼り付けたということになります。ということでね、タッチパネルの設定はこんな感じなんですけども、あとここにちょっと合計というのを作っておきました。で、次にラダーを作っていきたいと思うんですけども、最初にですね、こちら、時間を表示するプログラムを作っていきたいと思います。本来これはタッチパネルのテキストで書いてもよかったんですけども、24時間操業する工場などでは、まあ0時がね、その日のスタートとは限らないですし、まあ当然昼間のみ操業している工場とかでは朝の8時とかね、8時半とか、そういったところがスタートになるのかなと思います。ということで、まあここはですね、スタート時刻を可変できるように、先頭の170に関しては、これは数値入力にしてあります。はい。ということで、プログラムに移っていきたいと思います。まず、以前説明したデータストローブを使って、ちょっと戻りますけども、こちらの D170 から193に時間を入れていくというプログラムを作っていきたいと思います。まず、常時4で D の20をインクリメントしていきます。今回は D の20からスタートしていきます。で、実際にはここに後で条件入れますけども、これ後でまた説明しますね。で、24時間制にしますので、D の20の値が23より大きい場合、その場合は D の20をリセットしてあげます。そしてここですね、D の20をインデックスレジスタの Z0 に入れていきますね。で、次に時間表示部を作っていきます。はい。ということで、まずここまでね、作成をしてみましたが、まずですね、D の170、これはタッチパネルの時間表示の先頭になりますが、ここの値の変化を見ていきます。
t の170に新たな値が入力されたときに、とりあえず比較対象を d の30にして、d の170と d の30が等しくないとき、このときに m0 をオンさせます。で、m0 がオンしている間、d の21をインクリメントさせていきます。で、こちらもですね、23より値が大きくなった場合、d の21をリセットして、同時に d の170に入力された値を d の30に転送します。これで先頭の時間が変更されると0から23までカウントするデータストローブの2つ目、これが完成をしています。そうするとですね、例えば D の170に8時と入れましたという場合は8時がスタートになります。ですので D の171に9時ですね、それから D の172に10なので10時と入れていくわけですが、ここで考えなければならないのが、24時を回ったら1時に戻さないとならないんですね。ですのでそのあたりの計算を次作っていきたいと思います。はい、次にここまで作りましたが、まず先ほどここまで終わりましたね。これの続きから作っていってますけども、でまずは D の170が基準ですので、そこに D の21のデータストローブの値を足して演算ワーク、これは毎度おなじみですけども D の900ですね、これに入れていきます。で D の900が24を超えたかどうかっていうのを見ていくんですけども、その前にD の901からスタートしていきますので、0からスタートするように1個引いてあげますね。これをまた D の900から1を引いて D の900に戻してあげます。で次に D の900が24時を超えたかどうかっていうのを確認をしていきます。で D の900の値が24を超えた場合は M3 で24時以降というねコメントを入れてます。超えてない場合、これインバースで反転させてますけども、超えてない場合は M2 で24時前というふうにコメントを入れています。で、次に24時前、M2 が入っている状態であれば、D の900の値はそのまんま D の22に転送します。それから24時を超えている場合ですね、25時とか26時とかになってしまった場合は、D の900の値から24を引いて D の22に入れてあげます。22時にをスタート時間にするとですね、23時がマイナス1時という表示になってしまいますので、22時の値がマイナス1になった場合には23時にするように強制的にですね転送するようにしています。でこの D の22の値を D の170を先頭にインデックスして転送していくということになります。ここまでで D の170にスタート時間を入れると、その時間から24時間分の時間が D の170から193に入力されてタッチパネルに表示されるということになります。次に生産数を時間ごとにカウントしていくというプログラムを作っていきます。まず PLC の時計データを読み出ししますね。で、常時オンでデータリード D の40という命令を使って D の40から46までの7ワードに時計データを読み出しします。で、ここで D の40から42が年月日、43から45が時分秒、46が曜日ということになります。で、実際はこの時計データの D の43になるんですけども、何時というところになるんですけど、ここを見ていけばいいのですが、D の170からの値が可変しますので、それに合わせていく必要があるんですね。ですので、ここはちょっと細工をしていかなければならないということになりますので、その辺のプログラムをちょっと作っていきたいと思います。はい、ということでね、ここまでプログラムを作りました。で、先ほども言ったように、ちょっと細工をしています。で、まずですね、D の43の現在時間が、こちらのタッチパネルのグラフ表示の何番目になるかということを計算していきます。ですので、例えばここ8時に設定しましたってした時に、今、ちょうどですね、12時台なんですね。ですので、8、9、10、11、12なので、まあ、ここが0番目として1、2、3、4ということになりますね。4番目ということになります。これを踏まえて、ここでですね、現在時間からここの先ほど170に先頭に設定した時間を引いて D の900、こちらも D の900の演算ワークを使ってますが、そこに入れます。次に、この D の900の値なんですけども、この値がマイナスだった場合、要は0より小さかった場合は24を足していきます。で、もし、プラスだった場合、0以上であった場合は、そのまんま D の900の値が D の50、時計表示何番目というね、コメントを打ってますが、こちらに転送されるということになります。
要は先ほども言いましたが、現在時刻はスタート時間から何番目のデバイスにあるかということになるわけですね。で、この D の50の値に2をかけて Z1 に入れてるんですけども、これは先ほど D の100からのねグラフの設定のところですけども、こちら32ビットにしてましたので2ワードずつ使いますよということで2をかけているということになります。で、ここ今生産数パルスってなってますけども、これ今ですねメイン1の方でタイマーで一定時間でオンするようにしてますんで、実際の設備の場合はねカウントパルスみたいなのを使っていただきたいなというふうに思いますが、このパルスでインクリメントしていくということになります。で、 D の100からここで今何番目かっていうのが Z1 に出てきてますので、 D の100プラスここの Z1 の値のところのデバイスにインクリメントしていくということになります。それからですね、あと先ほど入れると言ってた細かい条件とか、そういったものを少し追加していきたいと思いますが、まずですね、ここ M0 入れ忘れたので、M0 を入れていきます。それから、M0 がオフしている時もリセットをしておいた方がいいので、これも入れていきます。それとですね、ついでに、こちらのですね、総合計ですね、合計を入れていきたいと思います。で、こちらですね、DWSUM、WSUM の命令ですね、合計の命令なんですけども、D の100から24ワード、で、ダブルワードなんで、実際48ワードなんですけども、これの値を D の150に入れていきます。それから、タッチパネルで D の170の値を変更したときは、一回全部カウンターをリセットするというふうにしてあります。ということで、まあ、これでね、動作確認ができるということになります。ではですね、実際に動作確認をしていきたいと思います。はい、ということで、実際もうシミュレーターで走っていますが、現在ですね、12時46分なんですけども、まあ、12時台のカウントがスタートしています。こちらは今タイマーで自動的にカウントしているので、3秒ごとに1カウントかな。そういう風にしてますので、まあこんな感じで勝手に上がっていってるということになります。それからですね、じゃあこれをですね、6時スタートにしてみたいと思います。ここの値を変えるとこっちのカウンター全部消えるようにしてますので、また0からカウントになるんですけども、6時に変更します。そうすると今12時台なのでここですね。場所が変わってるんですけども、12時台のところにカウントしているということになります。で、実際の設備ではですね、まあこうやって途中で時間を切り替えるってことはまずないと思いますので、1日の生産が終わって生産カウンターをリセットした時とか、そういった時でないとスタート時間が変更できないようにね、条件を作っておくといいと思います。で、例えばあとこれがですね、夜中の23時にスタートになりますよって言った場合は、まあこのようになりますね。23、24、12345という形になります。で、今12時台ですので、ここにカウントが移りましたということになります。また8時に戻してみますね。はい、こちらにカウントが移っていますということで、あとは今これシミュレーター環境なので、前回もちょっと話をしましたが、 PLC の内部時計を書き換えられないんですね。シミュレーター環境だとパソコンの時計が強制的に入っていきますので、任意に書き換えるってことがちょっとできないので、まあ、次々時間をずらしてカウントしていくっていうことは確認できないんですけども、まあ、これ一応動作確認はしてあって、基本的には時間が13時になれば13時のところにまたカウントが始まるということになります。これはこのまま終わった状態で、12時台が終わった状態で13時台にカウントが移るということになります。ということでね、今回は以前から解説しているデータストローブというね、プログラム手法と、それからまあインデックスレジスタを使ってプログラムを作成していますけども、これらを使わなくても、まあもちろん当然プログラムはできるんですね。で、その場合のプログラムというのがこちらになります。こちらはですね、ざっくり説明しておくだけにしておきますね。まあ、動作は確認しているので同じ動作をします。で、まずですね、ここは一緒ですね。D の170の入力の変化を見ますよっていうのがまず一緒。それから、170に入力されたスタート時間に1を足して171に入力をしていきます。で、171の値が24を超えたらば、171から24を引いて171に戻してあげる。で、次に171にまた1を足して172に入れて、172の値が24を超えたらば、172の値から24を引いて172に戻す。というのを、これを24回続けていくわけなんですね。こんな感じで。ずらーっと。
で途中ですね M20 から M24 ですね、こちら途中途中で区切ってセットコイルを入れてるんですけども、これはですね D の170の値が変化した時にここの処理を行って、まあ終わったらリセットするというために、処理が終わったことを確認するために入れているということになります。はい、次に生産数のカウントになるんですけども、これは時計データの読み出しと、それから現在時刻が170からね何番目にあるかっていうところを計算するのは一緒になります。ただその後ですね、インデックスを使って先ほどやってましたけども、使わなかった場合に D の50の値が0の時は100です、1の時は102、2の時は104っていうことで、これも24個ずっと作っていきます。まあ、あとここは一緒ですけど、ということでこれが511ステップかかっているんですね、これだけで。でこちらの先ほど作ったデータストローブと、それからインデックスレジスタを使ったプログラムだと133ステップということで、まあ3分の1以下ということになります。考え方はややこしいかなとは思うんですけども、順を追って考えるとこうやってねまとめることができるということになりますのでね、ぜひ試していただきたいなというふうに思います。ということで今回はですね PLC の時計機能を使って1日の生産数のカウントのプログラムを作成していきました。この動画が勉強になった、役に立った、仕事で使えると思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは以上、力添え PLC シーケンス講座でした。ご視聴ありがとうございました。